はい金型業で絶対やってはいけないことワーストツーについてお話しさせていただきたいと思います金型業界の現状としてはまあ、コロナ禍で80%受注減ということも言われましたまあ、少しまあコロナもついて、えー、通常運転といったような形になってきましたけれどもまあ、コロナで受注が減ったという企業がほとんどだったようですと でまあ、足元の資金繰りが厳しいといったような状況に陥った会社が半分ぐらいあったというふうに言われてますまあもちろんもともと納品で入金となるような業界なんでまあもともとそういうような状態なんですけれどもまあその結果工場の閉鎖が相次いだということもありますで逆を言うとまあコロナ後に まあ、特に自動車部品をはじめとするような、まあ、あのいわゆる、まあ、メーカーが動いてきましたので逆にここを生き残った会社に関しては、まあ、工場閉鎖が相次いだということもあって逆に受注が集中しているといったような会社もあるようですと m a をしてですね、まあ、規模を大きくしたりとかあるいは受注が集中しているといったような金型の会社もあるようですと。 でただ、まあ、このコロナ禍の影響で、まあ、受注が増えたというだけではなくてやはり得意分野への日常的な営業をしていたりとかですねやはりこう努力している部分はあるというところがあると思います。で今日のこの金型業で絶対やってはいけないことワースト2の逆をやっているのがこの まあ規模を大きくした受注が増えたような金型の会社ですと。で逆を言えまたその逆を言えば金型業で絶対やってはいけないことをワーストツーが明らかになるというところです。まず一つ目日常的な営業活動をしないということがあります日常的な営業活動をしないで紹介などに頼っていると結局それは下請けなんで 利益率が低い受注といったようなことになりますと、受注は増えて忙しくはなっても利益率が低いと言ったような結果になるというところがありますそれから日常的な営業活動をしないとリピートもなかなか増えてきませんリピートっていうのはやっぱり営業活動をすることで受注になりますと、やはりリピートを得るためにも日常的な営業活動をするということが必要になってきます もちろん新規もそうですけれども、まあ過去に受注いただいたお客様、顧客に対して営業していくっていうことも必要になってきますと。それから二つ目、不得意分野の分野への営業ということがあります。受注が少し減ってきた。新しい取引先を開拓しなきゃなということで、まあ日頃自社が受注していないような分野、いないような業種に対しての提案をする。まあそういった営業活動を頑張るような会社もあると思うんですけども、結局、 得意分野のお客様の受注がやっぱり一番取りやすいですそれはもちろん会社にある機会もそうですしやはり人員に対してもやっぱり得意な分野っていうのがあると思いますのでやはりこの得意な分野に対しての営業していくということが必要になってきます不得意分野に営業して効率悪い受注がなかなか得られないということを避けて、まあ、得意な分野に営業していくということが必要になってきます やっぱり図面を獲得したときにすぐにまあ作っていけるってことですね、はい。で、私たちは金型業向けの営業代行をやってます。まあ、株式会社セールスマーケティングファームといって創業7年目で千葉県の船橋市にあります。ファックスを使った営業代行をやってます。でなんでファックスを使った金型業向けの営業代行をやってるかというと、まあ、理由は2つあります。1個は、こういった例えば まあ自動車部品とか対象の企業に対してまあ提案をしていくにしてもこの自動車部品の会社がいつもこの金型の会社の切り替えを考えてるわけじゃないんでやはりある程度多くの企業に提案していく必要があるとで多くの企業に提案する中で中にはまあ新しい金型の会社に依頼しようかなっていうふうに考えてた会社があるのでまあ,ある程度多く提案する必要があるとで そうなった場合に営業の電話だったりやっぱり訪問だったりっていうのをしていたのではまあキりがないですし莫大な費用がかかるということなのでそういった企業をまあ効率よく見つけるためにファックスを使って多くの企業に提案しているとしかも1社20年と非常に安価に営業することができるのでまあ採用しているっていうふうなところですね。 でファクスを使ったこの営業代行主に3つのことをしています対象の企業先ほど言ったような自動車の部品とか自動車整備機械修理のような会社の対象の企業リストの作成も代行します、まあ、得意な分野に絞って企業リストを作成することができますそれからどういったファクスの紙面を送ればより反応を取りやすいかということを我々が考えて作成の代行もしますとそれから作ったリストに対してのファクスの一斉配信も代行します 全部代行しますので余計な手間がかかることはありませんしまあ仮にこういった対象企業からの受注を獲得したとしてもまあそのことによる手数料はないと取引先獲得の手数料の発生というのはないですよということですねまあ営業代行の流れ軽くご説明します金型の会社からご依頼いただきましたら先ほど言ったような対象の企業に対して営業代行させていただいて問い合わせは対象の企業から金型の会社に直接入るといったような形になります ご依頼いただいた例をお話します。神奈川県の横浜市の金型の会社ですね。まあ部品製造とか加工されている金型の会社。まあ一点物の加工とかが得意な会社ですね。ご依頼いただいて3日間で110社から問い合わせを獲得しました。まあ最初の1ヶ月で500万受注っていう形なんですけど、まあもちろん金型の受注にしてはそんなに大きい金額ではないかもしれませんが、まあ先ほど言ったように納品で入金となるような業界なんで、まあそれにしては悪くない結果なんじゃないかなっていうふうに思ってます。 まあ、金型の会社っていうのは営業マンがいなかったりとか、営業する時間がないっていう会社が、まあ、多いっていうのが、まあ、あるあるですよね。業界全体のあるあるです。まあ、金型業で新しい取引先を開拓したいということであれば、やはり日常的な営業活動していかなければならない。まあ、得意な分野に提案していかなければならないということがあると思うんですけど、やっぱり営業マンがいなかったり営業する時間がないというところがありますので、まあ、ぜひそういった金型業の会社の方で新しい取引先を開拓したいと思っていらっしゃる方は、 我々の方にご依頼いただければと思います。先ほど言ったこのご依頼の例は、我々のホームページのトップにですね、まあ、あの事例の動画として詳しく載ってますので、ぜひご覧いただければと思います。それからもう、金型業の会社ですぐに取り引先、開拓、取り組んでいきたいという会社の方は、ぜひ我々の方にご依頼いただければと思います。この動画の概要欄に問い合わせ先貼っておきますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。